はい、皆さんこんにちは、担当の高です、今日は3月の18日ですね。はい、あの雑学です。はい、今日は何の日でしょうか。あ、今日じゃないわすいません。あの今日の朝ね、あの記事読んでたら、あのプーチンが、ウクライナに侵攻した日が、3年前の、2月24日ですね。はい、でちょうどその104年前ですよ。何が起きたかっていうと、実はヒットラーがですね、あのナチスを決闘した日なんですね。まあなんかここ重なる、あのなんかプーチンは最近ヒットラーに なりたがってるんじゃないかと。まあでもあの なんでしょうね、あの追い先短いのにね、まあ、病気説もあり、追い先短いのに、まあ、独裁者でそのまま死んでいくのが人生楽しいんだろうか。どっかにその亡命してね、引退してね、のんびり余生を過ごすのがいいんじゃないかと。ね、あの政治家は特になんかあの最後まで頑張りますよね。だからやっぱりそれなりにその魅力があるものなのかなと私は思いますけど、私は全く興味ありませんけど、はい、今日はこれ買いました。はい、フルグラです。フルグラ、あのカルビーがね、まあ、あの今これアメリカでも売ってるんですよね。で、まあ、あの従業員が欲しいってね買ったんですけど、まあ、どんなもんか、あの中がちょっとちっちゃいんですよね。これわかりますか、ちょっと見せましょうか。あのですからちょっとまあ食べづらい、まあこれ当然シリアルなんで、あのまあ牛乳なりね、そういうミルクなりいろいろかけて食べるんでしょうけど、あのアメリカ製 あのグラノーラもっとなんか大きいのが大粒がいっぱいありますよね。まあこの市場も今伸びてますね。あの昔みたいにあのケロッグだけじゃなくて、今もういろんな種類が出て、オーガニックも出て、あの高いものコスコで買うと1箱ね13ドルぐらいしますよね。まあ私もたまにあの、まあ、週に3回ぐらい食べてますけどね。はい、今日はあの何を話すでしょうか。ね、できる人は出世するっていう話で、まあ、最近本当に思うんですけど、あるねワイン あのディストリビュータ、これジョージアで一番大きな会社で、あのまあ、具体的に名前言ってもいいんですけど、あのナショナルという会社ですけどね、売上800億円ぐらいですかね。あのセールスの数がね、なんかあの400人ぐらいいるらしいんですけど、もう巨大な組織ですよ。でそこにね、あの2年前に入った女の子がいるんですけど、彼女の名前チェルシーっていうんですけど、あの全然前の営業は辞めて、でマネージャーがあの連れてきて新人研修して、であれよあれという間に2年で彼女はもうマネージあの1個上 あのチームのマネージャーに昇格しましてね。でその彼女の後釜で来たあのブライアンっていうのがいて、こいつが全然ダメなんで、私は毎回クレームして、あのチェルシーに戻してくれというふうにあのいつもクレームしたんですけど、結局 それが実現せず、チェルシーが今度出世したんで、のそのブライアンっていうのは彼女の下に なるわけですよ。だから彼女のチームにブライアンが今入っている状態なんで、あの私はいつもブライアンにオーダーして、それをコピーしてペーストしてチェルシーにも送って、ちゃんと確認しておいてくださいねというふうなことを、まあやって二重 の策を講じているわけですよ。でどうして彼女が優秀なのかっていうと、仕事をまずきっちりやるわけですよ。例えば昨日の夜ね、昨日の夜ですよ、あの日曜日で当然休みなんですけども、あの先週からちょっとあのそのブライアン あの不祥事がありましてね、それでそれがあったんで本当に商品が来ないと困るんで、チェルシーにもそういう連絡をしていたんですけども、昨日の夜夕方同じようにあの E メールを送ったわけで、あのテキストメッセージを送ったわけですよ。そうするとチェルシーは送った15分以内にちゃんとメッセージが来て、分かった確認してブライアンにもちゃんと伝えますよと、ね、素晴らしいですよ。彼女はね、あの私の担当だった時からずっとそうでした。あの平日の夜でもね、ちゃんとオーダーしたらあの確認してくれましたし、で一生懸命こんなんが今セールであるよとかね、売り込んできますしね。やっぱり一生懸命やってるから上に上がれるんでしょうね。でまあ、基本的にあの酒屋の営業なんてね、大したやつはいないわけですよ、はっきり言ってね。これは本当事実だと思いますよ。あんまりだから
することないからとりあえず営業やろうかって感じで、で大体1人当たり100から150ぐらいのアカウントもらうわけですよ。でほとんど給料はベースが低くて全てはコミッションなんですよね。だから売れば売るほど自分の給料増えるし上に上がっていける。でワインとかのねサンプルもすごいもらえるわけですよ実際に。でほとんどの営業はそれを家に持って帰って自分でガンガン飲んでるのが実情だと思うんですけどね。まあその中でねやっぱりそういうダメな人間の中で人やっぱり上がっていく人間っていうのはそういう人なんだなと私は思いますよね。やっぱり几帳面で確実に仕事をこなす 100% こなすわけですよ。で前にね違うね会社エンパイアっていう会社がありましてね、そこにいたニコールっていうのもやっぱり同じでね、まあ私は半分は友達状態なんですけど、彼女も結局同じような感じでした。彼女が私に「いやタカは24時間働いてるよね」って言ったら「お前もそうじゃないか、お前だって日曜日の夜にねテキストしたらちゃんと返事してくるじゃないか」ってまあそういう冗談めかしてね言ってました。で、まあ、彼女は子供ができてさすがにその営業ノルマがきついんでね、まあ、それをうまいことやめたっていうかね、今はですからそのエンパイアに卸すサプライヤー、いわゆるまあ輸入元に移ったわけですよ。だから給料がほとんど同じで輸入元ですからあんまりそのプレッシャーもないし、まあ楽なわけですよね。卸の会社によってはものすごくそのやっぱプレッシャーがきついんですよ。売上ノルマ達成っていうかね、毎月これだけ の数字を作らないといけない。だからで各チームにこの割り当てがあるわけです。これだけの数字を作りなさいと。でそうなるとねたまに起こるのが自分買いですよね。そのあともう少しでね売り上げいくっていう時にまあ何らかのその報奨金が出るんでしょう。だからその報奨金の一部をその売り上げ作るために自分たちが補填するんです。だから例えばこういうことがあるんですね。例えば200ドル分のワインを送っていいかと、でもそれ後で私がカードで買いに行くからねっていうことをやるわけですよ。だからそうすると売り上げが達成できて会社からはいい君たち頑張ったねというふうになるわけです。でまあその報奨金が高ければね別に200ドル金使おうがそれは関係ないわけですよ。まあだからそういうよくね日本でも洋服屋さんがね月末に売り上げ行かない時にね従業員にこれちょっと買ってくれよみたいなね強制販売、従業員にその強制的に買わせるようなね、まあそういうことをよくやる店があると聞いてますけども、まあ同じようなもんですよ。まあそれで彼女も結局そこに移りました。で前に私の担当だったグレースっていうのがいて、彼女もやっぱり優秀できっちり仕事してて、いつの間にかマネージャーになって、でそれを辞めて今はウイスキーの会社に移ってますね。だからやっぱりこうどう社会をね上っていくか、自分をいかに少し苦労してでも後でいい 楽ができるような会社にね移れるかね、やっぱりその辺はやっぱり皆さんそれぞれの人生なんでしょう。でそれができない人はずっと万年セールスやってるわけですよ。だから本当に50歳超えてねマネージャーにもなってない単なる境のセールスというのもいっぱいいますよ。で売り込んでこない、例えばね、ジョージアクラウンという会社にいるまあ名前言いたくないんで M っていう人がいますけど、彼は多分もう50超えてると思うんですよね。ただ1階のセールスマンですよ。であんまりこう売り込んでこないんですよね。だ私はだからその会社にどんないい商品があるのかもわからないわけですよ。ただ他人っていうか他のお客さんとかねどっか行った時に「このワインおいしいね、どこ?」ったら「これジョージアクラウンだよ」って聞いて「あじゃあこれ注文しよう」でこの前そういうのがあってでそれ注文したら例えばこのワインがそうなんですけどね、このキャサリンっていうワインがそうなんですけど、これジョージアクラウンの商品なんですけど、このカベルネはだからいつも行ってるレストランでグラスであったんで一回飲んでみたの、そしたらまあ美味しかったんですよ。それでどこで
買えるの売ったら、いや、ジョージアクラウンっていう、じゃあうちも買おうかなっていうことで、あの始まったわけですよ。で、彼に言うと、いや、これはね、だからプロミス、いわゆるだからレストランオンリーの商品で、非常に人気なんだよというわけですよ。だったらお前なんでこれ言わないの、ね、そこから前に行けないわけですよ。だからそういう人がね、出世できるわけないんですよ。だからまあ本当に昨日話したあの通りで、気づかない人、気づけない人はそのままですよ。だから出世できるわけないですよ。で、出世できないイコールお金もね、増えるわけない。だから収入も増えるわけないんですよ。本当にね、あの栄の営業っていうのはあの千差万別。あの最近はね、なんかオーダーしてもね、返事がない人がいっぱいいます。で、まあとりあえず商品は来るんですよ。だけどまあ一応心配だから、こっちもこれコンファームしてくださいねって言ったら OK、 分かりましたっていうふうに来ますよ。まあだからね、アメリカ、まあこれがアメリカだから、あの私のこの言い方は正しいと思うんですけど、どうしようもないやつが多いから、ちょっと頑張れば上に上がれるしね、でいい給料も取れるわけですよ。だからほとんどの人は頑張ってないわけですよ。ほとんどの人は普通に生活して、あの我が人生をエンジョイしている人がいっぱいいるわけです。だけどそこから一つ上に行こう、さらに上に行こうと思ったら、きっちりきっちりきっちり仕事をやれば上がれるんですよ。というのが、競争意識があんまりないんですよね、その彼らには。だからそういう面ではチャンスだと思いますよ。だからたかが栄の営業、されど栄の営業でね、やっぱりそのコミッションというのは でかいですから、あのやればちゃんと返ってくるわけですよね。だその辺、ハングリー精神がある人があんまりいないかなというふうに私は思いました。だからやる気になればアメリカ、日本人になって頑張れるんです。はい、以上です。